本当にこう物心ついた時からこう金槌を握ってる職人さんにはのスピード技術力には到底かなわないし、逆にその要は日本の伝統工芸会みたいな世界にも僕は属せないし、じゃあどうしようって言ったら、僕のやっていくところっていうのはなんかその間しかないかなっていうふうに思ってるんですけどね。